皆さんこんにちは。今日は九州佐賀県にやってきました。降り立ったのは江北駅、入江の絵に来たと書いて江北駅でございます。こちらの駅は長崎と福岡を結ぶね、長崎本線の途中駅ということになります。この駅から佐世保線というね、佐世保に向かう線も出ています。なので佐賀県中部の交通の要衝といってもね、いい駅なんですよね。特急とかも止まったりします。さてこの駅から徒歩10分でやってくることができるこちらはホテルなんですね。ホテル R9 ザ・ヤードという名前です。全国にねあるみたいです。関東にもねあるみたいなんですけど、こちらのホテル、まずは受付棟に入ってチェックインをしていきます。そしてアメニティバーから歯ブラシ、そしてね着る服、ちょっとね楽な服になっています。あとはコーヒーとか紅茶、そして冷凍食品、こちらがね無料でいただけます。冷凍食品を1人1つ無料でもらえるんですね。こちらがカードキーです。あれ外に出てるなと思うかもしれないんですが、なんとこちらのホテルはコンテナホテルなんですね。このコンテナ一つ一つが部屋ということになっています。つまり隣の部屋とつながってないんですね。完全に独立型の部屋、一部屋一部屋が独立している、ちょっと面白いホテルですよね。まあ、経営側の目線に立つと、仮にねなんかもっと安い土地が見つかったとかであればすぐ移動できちゃうみたいなね、そんな、まあ、利点があったりするのかななんていうふうに想像しますが、ホテルのね営業のルールってよくわからないですけど、まあ、そんなね利点とかがあってこの形になったのかなと想像します。さあこのコンテナホテル、ちょっとねワクワクしますよね。また冷凍食品がいただけるっていうのもちょっとね面白いなと思います。さあ今回は全国旅行支援を使って泊まっていますので、佐賀県で使えるクーポン、地域限定のクーポンがあります。ドラッグストア森江北店にやってきました。こちらで使えるということなので、もうね、2人で最大4,000円までね使えるわけですから超お得ですよね。いいですね。西日本の方でしか買えない金ちゃんヌードルとかね、その辺を買ってみましたけど。そして私コーヒーは飲めないので紅茶の方ですね入れてお部屋でいただくことにしました。まずねお湯を、コーヒーマシンかと思ったんですけどお湯も出るんですね。紅茶の方もいくつかフレーバーがあるので好きなものを選ぶことができます。すごい、こんな感じでお湯を入れるんだなと思って、ハイテクなねマシンでした。これらはね無料でございます。冷凍食品は1人1点限りですが、ちょっとねボリューミーなスパゲッティとかチャーハンとかがありましたよ。これは嬉しいですね。夜食っていう感じがしていいですよね。マシンがあるんだ。さらにはランドリーのね塔っていうのもあります。ベンダーマシンもありますね。さあ和風明太子にしましたよ。こちらの部屋の中にある電子レンジを使って温めていきます。これは本当に騙されるか。和風明太6分6分間の温めになります。前回の動画、佐賀武雄温泉でサウナにたくさん入った後でしたので塩分がいいですね。さらにはリアルゴールドとポカリスエットを混ぜるというね、ちょっとオロポ的なドリンクを作ってみましたけれど、今回はサウナ好きの友人と来ているので、もうね僕らの旅行で最後ねお決まりのドリンクになってしまっております。ね、ただのジュースなんですけど美味しいんですよね。お風呂もついています。コンテナホテルとは言いますがね、もう何も普通のホテルと変わらないなという感じがあります。お風呂も入っておやすみなさい。さあ朝がやってきました。おはようございます。部屋にはテレビもついていますし、内装も新しいんですよね。とっても綺麗な感じがしました。ホテル R9 ザ・ヤードさん、関東にもあったりするので、ちょっと北の方にはねまだなさそうな感じだったんですけど、確かにね雪かきとか大変そうですもんね。なかなか北日本の方では作れないかななんていうふうに思うんですけど、いろんなホテル泊まってきましたがコンテナホテルは初めて泊まりました。いや昔ねカラオケとかこんな感じだったのかなっていうふうに思うんですけど、ずっとね今中身もうホテルとして全く普通のホテルと遜色ないような充実度あったんじゃないでしょうか。この奥もありますよ。こちらもねかなり部屋数が多いなという感じがしました。どうしてね江北の方にできたのかななんていうふうにも思ったんですけど、
この辺りはね、佐賀県中部の交通の要衝ということもありますので、ここにね、ホテルができたというのが、ね、納得なのかなと思います。さあ最後にチェックアウトしてカードキーをね、お返しして終わりということになります。泊まったのはホテル R9 ザ・ヤードさんの港北になります。料金については今回全国旅行支援を使っているので8000円の半分なんで1人4000円ですね。しかも2000円分の地域限定クーポンがついてます。実質2000円でございます。激安ですね。もうこれだけ設備の高い快適なホテルに泊まって2000円は安すぎますよね。いやー、いいホテル宿泊をできたなと思います。今回は港北町っていうね、私ちょっとあんまり聞いたことないなと思っていたんですけど、実はね、まあ、特急も一部止まるような駅なんですよね。ここから佐世保線も出ています。私この時ですね、港北駅って言われても聞いたことないなぐらいに思ってたんですけど、実は最近名前が変わったんですね。2022年の9月に西九州新幹線開業に伴って名前が変わりました。以前の名前は肥前山口駅という名前だったんですね。その名前であれば、あ、私も聞いたことがあるななんていうふうに思いました。どうして知っているかというとですね、最長片道切符っていうのがあるんですけど、 JR って全国に線路を持ってますよね。その中で一度もね、ルートを被らずに最長の片道切符っていうのをね、まあ、たまに YouTuber の人とかやってる方いらっしゃるんですけど、その、ね、終着駅だったんですよね。うまーく一番距離が長く組み合わせると、まあ、この肥前山口が最終だったっていうことなんですよね。まあ、今はねちょっと別の駅にその座は譲ってしまってるんですが、まあ、そんなこんなで有名な駅だったということなんですね。現在も特急とかが止まるような駅です。さてやってきたのは鳥栖駅、もっと博多の方にね、福岡の方に近づいてきました。この鳥栖駅には有名なうどんがあります。柏うどんがね、特に有名なのかなという感じがします。中央圏さんホーム上にあります。どうしてねこちらうどんが有名なのかというと、九州で初めて立ち食いうどんが営業されたということみたいなんですよね。もうその歴史は長く60年以上はね経っています。営業されてるんですね。今回私はやっぱりね、有名な柏うどん、こちらね押さえておきながら、さらにねちょっと夏っぽくレモンなんかをね入れた、そんなうどん頼んでみることにしました。さあやってきました。友人はエビ天が乗ってますね。私が頼んだのはアスパラの天ぷらとレモンとスタンダードな柏でございます。柏は少し甘めですね。贅沢ですね。これは絶対美味しいですよ。アスパラの天ぷらなんてめちゃくちゃうまそうです。いや、いただいていきましょう。しかもこちらもね、佐賀県ですので佐賀の地域限定クーポンが使えてしまうわけです、ね、宿泊したホテル R9 ザ・ヤードさんで宿泊した時についたクーポンでこちらのうどんはいただけてしまうということなんですね。いやー、いい旅です。ホテルに泊まって好き勝手やって立ち食いうどん、さらには列車の旅、いやー、とってもね心が癒されます。鳥栖駅は目の前にサッカーチームの、ね、本拠地があります。サガン鳥栖っていうのが、ね、あると思うんですけど、すごいですよね。佐賀の鳥栖っていうことなので、それがね5文字のチーム名の中に全部入ってるっていうね、すごいですね。鳥栖駅、ここからね長崎本線出ています。長崎に向かう、今回私がね乗った長崎本線、そして鹿児島本線といって鹿児島の方に、ね、向かうものもあります。そういった交通の要衝なんですね。鳥栖駅はねかなり栄えています。先ほどのねサガン鳥栖の本拠地スタジアムも相当でかいものですからね。さあ今回は佐賀県ホテルのねコンテナホテル、ホテル R9 ザ・ヤードさんに泊まってみたという、ね、宿泊記になります。いかがでしたでしょうか。今回この動画はここまで。動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。